前田浩二です。ライカ M3、M3 の修理が完成してました。99万台ですね。まあ、一通りやってあると思います。まあ、半年保証ついてますのでね。M3、最近フィルムカメラがちょっと人気で、ここら辺の M3 とか、まあ、M6 とか M7 はすごい高くなりましたけど、M2、M3 のいいのもだいぶ減ってきましたね。これは M3 の99万台、1960年製です。まあ、よくあるメータースレとか、まあ、多少スレはあります。まあ、一番目立つのはこれですね。なんか、ガリガリっと CRC ですかね。まあ何の略かわかりませんが、ちょっと彫ってある以外は、まあまあだと思います。で、これはあれです。こういうふうに、まあクランクとは違いますけど、こうやりやすくなっているような、まあ後付けで付けた装置というか、あれですね。まあこうネジで簡単に取れますので、もしいらなければ取ってください。これあると確かに便利だと思います。で、元の方には何も加工してないので、ただ取ればそのまま元通りになります。これも確か結構高かったと思います。この針側グッタベルカもオリジナルですね。これはオリジナルで間違いないと思います。多少擦れてます。あと、まあ、補修跡が多分あるんでしょうが、あまりわからないですね。いい状態と言っていいと思います。本当悪くないですね。ただ、この15の時に、ちょっとキュンと、泣く時があります。それ以外のところは、いいですね。いいですね。これでバルブですね。B。さっき言った15、30でしたっけ ?30 じゃない、15。の時にこの、なんか、ちょっと泣き気味みたいな音がします。まあ、高速になるとちょっと分かりにくいですね、もうね。そこも悪くないと思います。入ってますね。ちょっとムービーだとなんかよく分かりません。開いてるのかどうか分かんないと思いますが、大丈夫です。開いてます。中も綺麗ですね。膜もいいと思います。小刻みでも大丈夫。時々小刻みだと進まないのがありますからね。こう行ったり来たりするだけで膜が進んでいかないこともありますが、これは大丈夫。あと、まあ、これワンストロークですので、巻いた後にグニューンって行ったりすることはラチェット入ってますのでね、大丈夫です。あと、まあ、カウンター戻りますね。これは M 純正です。そうですね、ここだけですね。これがなければまあ悪くないと思います。もうメーターのすれをないのが欲しいというとね、もういきなり高くなりますね。あとこれファインダーが、こっちか、綺麗です。50は出っ放しですね。今切り替えがやってますが、90と135が切り替え。それから、これ、パララックス動いてますね。で、この真ん中の白っぽいのは距離計なんですが、
このように中がぐちゃぐちゃってなったりしてないです。これ非常にいいと思います。なかなか本当いい個体の方、前から見てもそれほど汚れてないですね。よくこう周辺がぐわーってぐちゃぐちゃになってるのが多いです。あとこっちから見ても大丈夫ですね。いいと思います。まあ、ちょっとすれとか多少ありますが、まずまず、まあ、ここですね。の状態、オーバーホール済みになります。